今回は生産育成技術者、研修を受けていらっしゃる、33期生を代表して3名の方に、来ていただきましてインタビューさせていただきます。まずは皆さんのお名前とあとはどうしようかな、どちらからいらしてるかっていうのをお伺いしていっていいですか。お一人ずつ、はい、じゃあお願いします。自分は33期生の青森県出身の成田幸太郎です。千葉県出身、笠井萌です。埼玉県出身の青木正隆です。皆さん北海道以外のところから来てらっしゃるんですね、はい、これもうあえてですけど、まあ、皆さんね、まあ、10代でいらっしゃいますよね。もうすぐ独り立ちに近いじゃないですか。家を出て北海道に来てでやってみようってもう強い思いがないとできないと思うんですけど、どういった思いでこの研修に参加してみようって思われたんですかね。私は軽い気持ちでもないですけど、まあ、とりあえず挑戦してみようっていう、そんな重くは受け止めてなかったですね。もともと馬が好きとかそういうことが、そうですね、競馬とかわからないんですけど、もともと動物が好きだったので、動物に携わる仕事がしたいなと思ってこちらに来させていただきました。男性陣お二人はちょっとまだ温まらない感じか。動物が好きでっていうような、自分は競馬が好きで、競馬が好きで、競馬見てたんで、その馬を自分で携わって生産してみたいと思い来ました。なるほど。競馬はこう家族が見ててとか、純粋家族はそんな見ないですけど自分だけ、見に行ったりとかしてた。はい。どのあたりの競馬場？青森なんで競馬場はないですけど、岩手の盛岡競馬場に、はい、なるほど。好きな馬とか？好きな馬は王権ブルースリー。かっこいいですもんね。はい、好きですね。そっか、みんなじゃあ動物、馬が、はい、競馬とか馬も好きで、はい、男の男性の方は競馬からっていうのが、ね、はい、競馬はどちらで見られる？もう関東の競馬場はほとんど。素敵、はい、見に行くときはお友達と一緒に？そうですね、はい、親とかと一緒に行ったりもしてますと。お父様お母様が好き？そうですね、でも一番最初に好きになったのは僕なんですね。僕が最初好きになって それで親にも移ってったみたいな感じ。それ好きになったきっかけの馬とかって言いますか？シンボリクリスエスの有馬記念を見て、それで好きになった。それはどうやって見たのかテレビでたまたま見て、それでかっこいいなと思って、それかなんか惹かれてきましたね。そっか、ってことはみんな朝早い仕事は、何時起きですか？自分は4時50分に起きてます。4時50分に起きて何時から？5時15分から作業始まる、はい、何からスタートするんですか？5時15分にまだ買い付け、馬のご飯、馬にご飯をあげることから始まります、はい、それって、12人のメンバーでやってどれくらいのこう馬を管理されてるんですか？馬は21で、それぞれ担当とかっていうのはあるんですか？手入れ担当はありますね。餌はだいたいもう1級2級に分かれて馬がいるんですけど、はい、餌はもうなんか一気にみんなでバーってつける感じで。それって時間はどれくらいかかりますか？5分はかからないですね。そうなんだ。じゃあその後どんどんまたやることがいっぱいある、はい、そうですね、ボロ拾いだったり検温だったり。何のこう作業をしている時がちょっと一番こうやりがいを感じるじゃないですけど。自分は手入れですね、直接触れ合う感じですかね、手入れしてあげる時ってこうどういう気持ちで接してあげてるんですかね？馬がなるべくリラックスできるようにやってあげたいですけど。なんか自分なりのこう方法とかあるんですか？やっぱり馬に合わせて、好きなところと嫌いなところやられると好きなところとかあるので、なるべく
そういうところをやってあげて馬がリラックスしてくれるように。それはこうだんだん接していくようになってから分かってくることだと思うんですけど、はい、皆さん当初4月の時点ではこう馬にこう触れ合ったというか、まあ、乗馬経験があったりですとかそういった方いらっしゃいますか？あ、一人だけでしたね。それは乗馬経験があるっていうのは。そうなんですか、はい、じゃあ本当に皆さん普通の生活というか、まあ、直接馬に関わることは今までなさってなかった中で、はい、一からのスタートっていう、はいはい、そうですね。そんな中で今もう、3ヶ月ぐらい経ってますけど、はい、だいぶもう慣れてきた。そうですね。で朝はその早い時間にからもう5時15分からお仕事で全ての作業が終わる時間っていうのは5時ですよね、夕方の、はい、その後は自由にしてい いんですか皆さん。自由時間とか、はい、夜外っていうのがあるんですけど、はい、あの8時から班6人で分かれて1日交代で、うん、やるんですけど、それがない時はあとは自由ですね。へ、はい、そっか。じゃあその自由にしてる時間って皆さんちょっと楽しみな時間、あでも眠たいのかな、みんなで何やってるの？皆さん仲良くワイワイおしゃべりみたいな感じで。はい、そうですね、うん、あと部屋がそれぞれあるので、うん、部屋でテレビ見たり、うん、本読んだりとか。あ、うん、それもやっぱり競馬関連とか、うん、あの牧場のなんか馬関連のものが多かったりとかするんですか？まあ、勉強になるよう、そういう読むようにはしてますね。うん、馬第一で行動してるところがすごいですね。うん、乗るにしても、うん、馬のことを確かめてから乗って、その時々の馬に合わせて乗るので、そこはすごいと思いますね。うん、どうですか、あの初め4月の時点から比べてだいぶそういうところは真似できるように。いや、まだまだですね。まだまだちょっと謙虚な一面が見えて、はい、じゃあ、あの笠井さんはどうでしょう、先生を見てて。やっぱすごい騎乗中の馬いんですよね。だからそのどうやったら馬がこういう風に動くとか、どうやったら馬の動きが良くなるとか、そういうのをやっぱ見て盗もうとするんですけど、やっぱ繊細なスポーツなんで難しいですね。だからそういうところがすごい尊敬しますね。それも1年って長いようであっという間じゃないですか。はい、うん、それもね、私もこれ聞いてて魅力の一つだなと思いました。青木さんはどうですか、先生のことを。そうですね、もう騎乗も作業ももう全部もう格が違うんで、今のこの自分たちのレベルとかとはもう本当にあれぐらいのホースマンになりたいなっていう目標的な存在でもあるんで、はい、本当に何ですかね、もう常に尊敬してます、いつでも、はい、社会人としてなってないんで、ここを卒業する頃には馬の扱いはもちろんですけども、人としてもっと成長して卒業できるようにしたいですね。はい、今後の目標はやっぱり就職できるぐらいの技術を身につけたいことですね。技術を身につけることです。で、やっぱりそうですね、緊張しちゃうんで、こうなんか話すのがあんまり得意じゃない方なんで、なんか人とうまく話せるようになったりできるようになりたいです。今後の目標は第一線で活躍するような馬を育てたいのと、その私生活の面でもちゃんとした人、一流のホースマンになりたいですね。というわけで、今日は生産育成技術者研修を受けていらっしゃる33期生の皆さんに、お話をお伺いしました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。